出てしまうと大量失点につながってしまいますよね、はい、そうですね。さあそしてこれから始球式が行われます。よかったですね、ユニフォーム着てましたよね。そうですね、どんな格好で出てくるのかなっていうふうにね、はい、みんなで話してましたからね。棚橋博史さんの始球式、ちなみに100は100年に1人の男だから100という背番号だそうです。甲子園とも欠けてるってことですよね。そうでしょうね、はい、おーすごい、元高校球児という棚橋さんですからね。あ、さすがですね、さすがです。